はい。皆さん、こんにちは。マネルギルビジです。では、今回は、久しぶりですね。信長の野望大使パプキット。新しくプレイを始めていきたいと思います。信長の野望は今年、新作が出ると、光栄の方から発表があったので、そちらもすごく楽しみですよね。では、早速、まず年代なんですけども、今回選ぶ年代は1565年9月。こちらのシナリオで、担当する大名は、家康。選択していきましょう。まあ、こちらのチャンネルでご覧いただいたことがある方、ご存知かもしれませんけど、僕はあんまり家康はね、好きではないんですが、まあ、今回家康を選んだ理由というのはですね、再来年の大河ドラマ、どうする家康、松潤主演で放送することが発表されてますよね。なので、今回はちょっとね、家康に興味を持ってプレイをやっていこうかなというふうに思っています。志ですけども、三河武士と、あとは信長との同盟、この二つが主軸になるみたいですね。天下に性質をもたらす。まあ、家康自身はもちろん、その三河武士と呼ばれる家臣団もかなり強力ですからね。頑張ってプレイの方はしていきたいと思います。では早速ですが、プレイの方を始めていきましょう。まず三河武士、志出てますね。まあ、いくつか条件。発動もの必要なのがありますが、まあ順番にプレイの方をしていけばですね、いずれも発動が可能なものになっていくんじゃないかなと思います。旗本先手役なんかはですね、これ四天王の誰かが家康と一緒に出陣すると、四天王の部隊が能力、上昇のボーナスが得られる、強力なものになってますね。まあ、徳川四天王は誰を取っても強力ですからね。あとは信長との同盟ですね。まあ、マイナスのところでは蚊帳の外、つまり同盟勢力以外、信長以外との交渉が不利になるというのはありますが、それでも信長との同盟はかなり強力ですからね。このあたりも、有効活用をしていければいいかなと思います。ではまず周辺の状況を確認しておきましょう。もちろん尾張には信長ですね。でまだ斉藤家健在というところです。あとは長島に一個一揆がいるので、このあたりは警戒が必要ですね。下位には武田、吉本亡き後とはいえ今川ですね。まだこれだけの勢力を誇ってますので、当面の間はですね、一個一揆とうまく付き合いながら今川領を駆逐していく、まあ、このあたりをねプレイしていこうと思います。では一通り農業商業国力の増強、兵力の増強に努めていきたいと思います。さあ、武田より交渉の申し出が来てますので、確認していきましょう。同盟の締結24ヶ月ですね。無条件で武田と同盟が結べる。これ大きいですね。ここは武田信玄と同盟、開拓しましょう。これによって今川の攻略が可能になりますかね。報告いたす。まあ、特に今はですね、国力の増強、国土の拡張、このあたりしっかりやっていきたいですからね。まあ、当然そのためにですね、必要になってくる、まあ、会議、表情の内容もね、変えていく必要があるかなと思います。では、方策採用していきまーす。まあ、なんといっても、戦闘でね、戦えるようにというところで、高速行軍なんか戻っていくのと、梶村もね、作れるようにしておきましょう。鉄砲はこの後必要になってきますからね。四天王の一人、忠次からは、本願寺は強力な大名を持っている。これ食らうとね、結構痛いんですよね。まあ、早め早めに、本願寺とはね、吉見を通じておきたいというところで、まあ、すでに本願寺に対してはですね、親善を行ってます。しかも、四天王の一人、忠次が、この、取り次ぎ役を、になってくれていますので、このまま、ここを、乗り切りましょう。いきなりね、大名一向一揆食らうと、だいぶ出足が遅れてしまうので、
まあそうならないような注意という意味では、忠次を派遣しておくのはありかなと思います。さあ、その忠次ですが、本願寺と通称も結べるようになりましたので、本願寺は仲良くしておきたいので、ここは通称をまず行って、さらに心象を上げていきたいと思います。他やったことですね、簡単にご紹介しておきましょう。まず岡崎城、ここはもちろん家康自ら城主を務める、まさに本拠地です。そして、尾張との国境、信長との国境、刈谷城には、四天王の一人、忠勝。そして、吉田城には同じく四天王の一人、忠次。長篠には、今ちょっと出払ってしまってますけども、榊原康政、ここをね、城主に任命して、四天王で城を固めていきたいと思います。もう一人の四天王、井伊直政はまだね、飯野屋城、ここで、まだ子供なんじゃないかな。ちょっと確認できるか見ておきましょうか、せっかくなので。直政はまだいないですね。直虎がここにいますけど、直政はまだ不在というところです。仏罰敵面、本願寺、仏の怒りを恐れなさい。これ、一向一揆発動してくるぞ。食らうのか。マジか。せっかく外交を行っていたのに、それが完全に無駄になりましたね。やってくれるな。刈谷城と吉田城で一向一揆ですね。まあ、しばらくは国力の増強に努めるしかないですね。まあ、この一向一揆の対面食らうのを防ぐために本願寺と外交を行ったんですが、完全に無駄でしたね。先月の収支で。続いてイベントですね。これは松平家康から徳川家康へと改名のイベントになります。これで徳川姓になっています。先月の収支でございます。まあ、まずはですね、これより表情を始める。いいのや、ここに攻め込んでいい家を取り込みたいところなんですよね。そのためには、まあ、もう少し国力を増強しておきたいところなので、まあ、バランスよくいきましょうか。バランスよく国力増強のために方策を取っていきましょう。武将の質、量は申し分ないんですが、兵力数でいうとね、今川勢と真正面からぶつかるにはやや不安がある状況ではありますので、もう少し兵力増強したいところですね。さあ、では今三河と、まあ、今川、徳川と今川の間にある飯野屋城、ここに井伊直虎がいますので、この井伊直虎を屈服させにかかりましょう。三つ葉葵の密書、これを出して、この井伊家に対して援軍が遅れないようにしておきます。これかなり強力なんですよね。援軍要請を無視させるという内容です。ではこれで宣戦布告。一気にこの井伊を滅ぼしていきましょう。では6600の兵を率いて出陣します。家康は鉄砲隊を、そして忠勝と康政には騎馬隊を預けてあります。これでまずはね、飯野屋城を取りたいところですよね。出陣する。さあ、飯野屋城にこもる直虎ですが、まあ葵三つ葉の密書の効果もあり、今側から援軍を得られていない状況というのが見て取れます。まあ、この状況を見てですね、こちらは、まあ、籠城している直虎に向けて軍を進めていきましょう。まあ、山城ですかね。攻め口は4つあります。はい、ご覧のように布陣しました。4つある攻め口全部に部隊を配置してあります。直虎と相対するのが家康2300、そして反対から攻め込んでくる攻め口 C ですね、ここには忠勝を配置してあります。強行でいきましょう。攻撃で73日、
強行で45日、包囲だと144日なので、まあ、ここはね、1ヶ月半、45日で決着をつけに行く。強行で行きます。さあ、すでに本丸に迫りつつあります。このまま、ここを取ります。で、まあ、名を取らはじめ、いい一門で、すべて取り込んでいきましょう。それが叶えば、まあ、今度はね、今川との決戦と。いうことにもなっていこうかと思いますからね。これで飯縄城を取っています。まあ全員雇用しましょう。ではせっかく仲間にね、まあ引き入れることができたこの井伊家一門衆はじめ、井伊家の人間たちですね。彼らには、まずは、忠誠心をあげてもらいたいと思いますので、恩賞を与えておきましょう。まあ、恩賞を与えるというのもね、滅ぼした家に対して、どうなんだというのはありますけどね。で、あとはですね、これ、岡崎城に入れておくと、今川から調略の手が伸びてくる恐れがありますので、まずは刈谷城の方にですね、直虎はじめ、井伊家の人間たちは移しておきたいというふうに思います。まあ、序盤の序盤ではありましたけども、家康の強力な大名の一つ、三つ葉葵の微笑を使って、まあ、難なくね、井伊家を滅ぼすことができています。というわけで今回少し短めにはなりますけども、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、今川との戦い、そして美濃斎藤、このあたりともね、睨み合いを続けつつ、基本方針としては本願寺とは仲良くしましょうというのをね、やっていきたいと思います。